その回ってきてる回答を持ってないのは、はい、東京の台からすれば、もうなんかそのスタートラインにも立ってないぐらいな感じだと思いますよ。うわ怖いよね。知らなかったもんね。知らないですよね。俺超真面目にテストセンター受けたから。本当に。トップ就活チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは。トップ就活チャンネルのおさです。こじです。このチャンネルではキャリアと遊びを味わい尽くすをテーマにお役立ち情報を配信しています、うん。ぜひチャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いします。というわけで、はい、本日はですね、うん、横浜国立大学出身で、うん、伊藤忠商事に入られた元商社マンのレイナさんを、うん、はい、スペシャルゲストでね、また待ってましたよ。来てますよ、またね。また待ってましたよ、ファンが。皆さんついてますよ。うん、さあ今日はですね、はい、ちょっと僕がお願いしたテーマなんですけど、お願いします。結構コメント欄に、はい、なんかやっぱ東大なのか早稲田総合ばっかなのか地方国立とかマーチでも商社の人って何人ぐらいいるんですかみたいな、やっぱりそこを気にしてる人多いなと思ってて、いわゆる学歴で落とされちゃうんじゃないかと思ってる就活生、まあ、でもそれもさ一回取ったけどさ、まあ確かに数字だけで見ればやっぱそういう大学の人は多いけど、でも受けてる母数とかも考えると意外とその突破率ってパーセントで言うと変わんないんじゃないのっていうのがちょっと僕の仮説で、だからその地方国立大学だろうが何だろうが、まあトライはした方がいいと思ってるんですけど、はい、そこでレナさん実際そこ突破してされてるんで、はい、実際その時の心境とか、うん、実際なんか本当にこう学歴でなんか苦労したことってあるのかみたいなところをいろいろ聞いていければなと思っております、はいはい、そうですね、そこで言うと、うんうん、私横浜国立大学出身、うん、ちなみにお二人はどちら出身なんですか。僕神戸の経営です。神戸の経営、うん、僕は早稲田の先生。僕も地方国立に分類されてるね。そうだよね、うん、そうですよね。神戸でも結構多いですよね。そうですね、伊藤忠は大体毎年10人ぐらいあるね。横国は何人ぐらいいるの。横国は私の代2人。まあやっぱ少ないね、うん、で1年前は多分ゼロじゃないか、いるか1人か2人、うん、なるほどね。そうするとさ、学校にさ、うん、OB リストみたいな OG リストみたいなのがあって、はいはい、見るとありますね。そうすると伊藤忠商事のとこはやっぱ0とか1とか2が並んでるわけでしょ。恐らくその時にさ、その学生の時の立場からすると、うん、どんな心境なの。やっぱ私でもいけるのかなみたいな。私でもいけるのかなっては思わなかったです強いなんか、ね、どう思ってたのそこは。まあ、確かに有利ではないのかなっていうのは一つあったんですけど、うん、逆に言ったら異質な存在になるので、うん、なんか面白いかなってポジティブに思ってた感じ で、ね、でその同期とかでも結構地方の国立大学いるんですけど、すごい興味湧きません、うん、なんか分かる地方の子いたら多分面接官も同じ気持ちなんじゃないかなって思ってまして。面白い、これ面白いかもしれない。わざわざそんな九州の大学から、うん、なんで九州じゃなくてその商社選ぶのとか、うん、はいはい、結構その興味深いところかなって個人的に思っていますね、うん、あ、いいね、面白いね、うん、その実は別の動画で僕ら面接とかでは、うん、基本的にはその平均点を取りに行って、でそのこう突破していきましょうねみたいな話をしたんですよ。今思い出しました、はい、でも確かに今日の話聞いたらやっぱその1人とか2人の枠に入るのは、うん、平均点よりかはその最終面接で泣いちゃうとか、うん、そういう子はね、なんか尖った感じの方が意外と通りやすいのかもしれないよね。そうな気がして、まあ、確かにそうかもしれない、ね、記憶に残るというか、ね、それはあると思うんですよ、ね、面白いかもしれない、ね、なんか面接の時に私その面接官に楽しんでもらおうと思ってたんです、うん、その面接の時間をなんで笑わせるっていう目標があったんですよ。なるほどね、毎回ね、ってなった時になんかその面接官って多分何十1日に何十人って学生見るじゃないですか、うんうんうん、印象に残るって結構大事かなと思って、そうだわ、なんかその印象に残る一つのポイントになると思うんですよ、うん、多分こうメモが手元にあるとしたら、うん、例えば私長崎出身なんですけど、もし長崎大学出身だったら、うん、長崎大学とか書くんじゃないかなって思うぐらい、うんうん、確かに地方が不利になるっていうのは面接まで行ったらないかもしれないです、うん、なるほどね、うん、逆に覚えてもらいやすいぐらいの感じで面接まで行けば。確かにそうと、はい、その僕の一個下の後輩もその九大とか広島大とかから来てて、うん、で、うん、そうじゃない俺らみたいな人たちは、あれお前京だっけ早稲だっけみたいな、一橋だっけみたいな感じになる中、はい、彼らはもう大学名ビシッと覚えられてて、うん、広島大みたいな、なんかそれはまあ大学名もあるし、はい、多分彼らのキャラクターがやっぱだいぶ尖ってたというか、うん、そういった多かった気がする。なるほどね、うん、これ面白いね。トップ就活チャンネル。
でもレナちゃんは圧倒的にコミュ力が高いよね。これはね、お化けですよ。お化けですよ。コミュ力お化け。言われたことある。言われたことあります、それ。そこなんだろうな。だからやっぱ突き抜けるっていうのは、うん、僕らの前の動画と言ったこと違うけど、うん、それはそれでやっぱ大事かもしれないね。うんうんうん、まあ、ただその、就活は面接まで行ったら、うんうん、まあ、もしそうだったとしたらこのコミュ力発揮できるんですけど、はいはい、大事なのは、地方大で大事なのはその前までなだと思ってます。そうなんですよ。と言いますと、ここにこぎつくまでが、うん、もう圧倒的に情報量が少ないですね、うん、もう具体的に言いますと、うん、やっぱさっき小路さんがおっしゃった OB がまずいない、はい、し連絡しても返事が来ない、そうだ、ね、メアドが変わってるとか、うんうんうん、その、ま、名前すらも知らないし、うんうんうん、あとは大学に説明に来ない、うんうん、あ、そうだよね、しってなった時に本当に自分で取りに行くしかないね、うん、そうだよね、うん、まあ、じゃあそういう時はまあ YouTube でね、トップ就活とかって調べると、ね、本当に出てくるのでそれが僕がやりたいことだもんねそう、うん、僕らっていうか僕の場合はやっぱ神戸っていう場所で大学生活過ごしていたし、かつまあ生まれ育ちがずっと東北なんで、はい、結構土地柄のんびりしたところを歩んできたんですね、うん、ってなるとその情報戦で圧倒的に不利なわけですよ。本当に今おっしゃった通り不利ですよね。でもそういった人たちに対してこういったチャンネルを通じていろんなお役立ち情報を配信することで、うん、今の世の中って全然こう情報格差が埋まっていくので、うん、それを目指して僕はこの勝者チャンネルじゃないけど、はい、旧勝者チャンネル、旧勝者チャンネルでトップ就活チャンネルね、うん、やってるっていうのがありますので、役に立てるといいですね。ですね、はい、本当にもう皆さんが希望です。希望です。地方国大の希望です。そうだね、地方国大でも全然大丈夫だってことですね、はい、大丈夫です。全然大丈夫です。そう、ただその、うん、確かにその情報っていうもののもう一つで、うん、なんかあの商社入るときってなんかネットのテストあるじゃないですか、うん、何でしたっけ、テストセンター、テストセンターってやっぱその受ける回数とか、うん、あそこ突破しないと面接いけないじゃないですか。勉強はしました。勉強しました、この私がこの私がしました。いや、もちろんもちろん。まさなんかあれ、噂ではなんか回答回ってくる説あるじゃないですか。なんか次第のはいはいはい、なんかもうちっと思って、それは、うん、それに別撮りで実は撮ってて、その動画は右上に置いておきます。わかりました、私見ますね、はい、それぜひ皆さんも一緒に見ましょう、はい、ちなみにそこで言ってるのは、はい、その回ってきてる回答を持ってないのは東京の大からすればもうなんかそのスタートラインにも立ってないぐらいの感じだと思いますよ。怖いよね、知らなかったもんね。俺超真面目にテストセンター受けたから。本当に、いや、そういうことだよね。そう、欲しいわ。なのでそこら辺がやっぱね、うん、弱いというかやっぱ、うん、不利なビハインドではあるっていうことだよね。私ね、やっぱね、うちの実家じゃ電波入んないんで、もうそもそもそれきつい、そもそも説明会も応募できないみたいなね。そうか、まあ、どこも使えばいいんですけど、ね。はい、じゃあ本当に成功法でこう勉強して、うん、情報取りに行ってっていう感じを繰り返してたっていう、はい、そうですね。あとはもう本当に人ですね、そこで私が本当に良かったのがやっぱご縁を紡いでいただくことというか、もう紹介してくださいというか、なんかこういう業人に興味あって、こういう業界に興味あるんですけど、まるまるさんの周りでいませんか、うん、いや、そうだよね。友達はいなくてもその友達は友達にいるかも。いや、分かる分かる、とかそれって。でもその、まあ、仕事でも大事ですよね。そうですね、僕もおさんのこと全く知らなかったけど連絡して、お互い働いてる時に会って、そうなんですか、そういうのやりませんかみたいな、そういうこうどうにかつながっていくみたいなスキルは大事ですよね、はい、今の時代ね、うん、特にこう SNS があるからこそ、うんうん、そうだよね、うん、DM 送れちゃうからね、はい、DM 送り放題ですよ、うん、さん、これはレナさんに、レナさんにめっちゃ DM 行くんだろうな、ね、DM 行ってください。概要欄に貼っておきますんで、ぜひ皆さんフォローしてください、はい、ということでね、でも今日勉強になった、その戦い方がまたちょっと違うんだなと思って、うん、面白かったね、うん、面白かった、うん、そうですか。平均点なんちゃら法、なんちゃら仮説みたいなのがあったけれども、はい、そうじゃない戦い方もある、とはいえ面接まではいかなきゃいけない、うん、そう、うん、そこまで愚直にやりましょう、はい、情報を取りに行きましょう、うん、待ってては情報は降りてこないので、地方は、うん、かっこいいっす、かっこいいな。わかりました、ということでね、レナちゃんがかっこいいということが分かったところで、うん、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。出すね。慣れてきたね、だいぶね。まあ、また次回お会いしましょう。というわけで See you next time、 バイバイ。今日の一問はこちら、面接で聞かれた時に答えられるように概要欄の方をチェックしてみてください。チャンネル登録やベルマークのクリックはもちろん、 LINE では最新情報を流していきますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter のフォローもよろしくお願いします。